新とい山水道の見口と水門とい山水道は、新潟県新潟市西館区に存在する。放水路群。明治、昭和、平成の各時代に、計3本が建設された。弥彦山系の直下には、とい山水道、新とい山水道、さらさらとい山水道の3本のトンネル放水路が、存在する。とい山水道。 新戸磯山水道は、矢川の水を、さらさらとい山水道は、大通川の水を、日本海へ流している。矢川は、急瞬な弥彦山系西側斜面からの出水を受け止めていること、また、合流する河川は、水位の高い西側であったことから、流域周辺は長期間冠水する被害を受けた。また、これらの冠水は、 下流部の村々が洪水を調節する目的で河川の狭作部を意図的に作っていたこともあり、地域の軽装の種となった。このことから、明治時代末期から、弥彦山系の戸イ山直下に水道を改作する計画が持ち上がるようになった。1933年、県園排水改良工事として着手、1935年もしくは、1939年、 完成。矢川から直線で、各海浜を結ぶ、約3キロメートルのトンネルは、自然流下で毎秒、約20立方メートルの通水能力を持ち、矢川周辺の水はけを画期的に向上させ、地域に広がる方の干拓が進む契機となった。トイ・山水道開通後、水道の排水能力を超える水害に見舞われたこと、第二次世界大戦後、 トイ・山水道内部で生じた落盤により、通水能力が半減したことから、新トンネルの掘削が急務となった。1961年、再び県営排水改良事業で新トイ・山水道が着工され、1968年、完成。旧トンネルよりも拡大したトンネルの断面により、通水能力は、毎秒約48リットメートルと倍増。 給水道の残存機能分と合わせて、毎秒約59立方メートルの排水が可能となった。大通川放水路の排水を目的に、国営西シ原排水事業として着工。延長3 4トルのトンネルは2000年に、完成、通水能力は、最大毎秒105.9立方メートルを誇り、地域の水害の危険性を一気に低下させる存在となった。 設置場所は、開通している、記述2本のトンネルに並行し、海側の開口部も近接している。ありがとうございます。